ジョン・ロビンソンはイングランドの改修派協会牧師。初期における分離派の中心人物として挙げられる。オランダで巡礼士その出発を準備した。来1592年よりケンブリッジ大学のコルプス・クリスティ・カレッジで学び、その後は同カレッジで教壇に立った。12年間の学生、教員生活を経ての立地で牧師となるが、 国教会の方針に従わなかったため解職された。その後もイングランドに留まって分離派の協議を広めようとしたが、ジェームズ一世の知性における宗教的抑圧に耐えかねてオランダへの移住を計画した。1607年の脱出計画は失敗に終わり、投獄されたが、翌1608年に再び脱出を試みて、信徒と共にアムステルダムに渡った。しかし、 カビナ国際都市アムステルダムは教団にとって望ましくないと考え、ライデンにその拠点を移した。その後、教団の行き詰まりを感じたロビンソンは、バージニアカンパニーの支援を取り付けて、アメリカ大陸への移民に着手した。当時の戦隊では、全員の信徒を一度でアメリカへ運ぶことができなかったため、段階的に渡航することになり、恒例であったことや残った信徒をまとめるため、 ロビンソンはライデンに留まった。1620年、まず先発隊がスピードウェル号に乗ってイングランド経由でアメリカ大陸へと目指した。その途中で船が故障したため、イングランドから合流したもう一隻の船であったメイフラワー号に乗り換えることになった。このようにメイフラワー号の乗船員のうち約半数はオランダからの乗船員であった。また、 イングランドから乗り込んだ人々は必ずしも宗教的情熱を持った人と限らなかった。先発隊は様々な苦難を乗り越えてプリマス職民を果たし巡礼思想と後に称されるが、ロビンソンが不在のため牧師を書いた状態でその共同体を運営しなくてはならなかった。その後、アメリカ大陸への渡航を果たせぬまま、ロビンソンは1625年に病死した。 ありがとうございます。